メリークリスマス。皆さん、クリスマスどのようにお過ごしでしょうか。僕の推測で、まあこのビーモレル視聴者の、そうですね、大体8割ぐらいは、まあおそらくですけど、まあ家のベッドか、まあ電車の中で YouTube、Netflix、Amazon プライムなどの動画サイトを見て一日を過ごしている、はたまたベッドの中で、まあそれかまたはね、アルバイトに一日中ふけるとか、あとはまあ学校の授業で忙しいとかね、仕事で忙しい、あとはまあ夜は現実逃避をして、まあちょっとそういうお店に行ってね、うん、傷を癒してるやつもいるかもしれない。またはもう今日はね、もう現実逃避、15時間睡眠ぐらいしてね、枕を濡らしているやつもね、いると思う。まあそれだけ言って、まあこの俺はというと、まあ俺は実際去年、まあみんなの前で一発ギャグみたいな感じで、まあ辻龍太郎の応援歌をね、みんなの前で歌ってクリスマスに、それで周りのカップルから白い目で見られて、実際それでまあ後から動画を見返してすごい惨めな気持ちになった俺は、うん、それで俺、来年のクリスマスことはもう少し充実したものにしたんやと思って、この1年間まあなんとかならないかと思ってやってきたけど、で実際俺は今年のクリスマス、この河川敷でこのカメラと2人きり、うん、カメラに向かって喋ってる状態、うん、まあ、これを幸せかどうか撮るのは、まあそれは視聴者の自由やと思う。でも実際このビーモレル視聴者の約、まあ ほぼ2割ぐらいのね、まあその異性とイチャコラしてる奴らはこの僕の動画を見て、何してんだこいつと、またこいつも今年クリスマス一人なんかと、また泣きながら今度こんな動画撮ってるのかと思ってる奴いると思う、うん、でもちょっと待ってほしい。まあでもこれは本当に、まあ何度も言われてる、まあ文句だけど、クリスマスというのは、まあ欧米のもともと文化であって、その欧米ではこのクリスマスというのは、まあ家族集まって親戚みんな集まって、まあそこで団らんとしてほんわかに過ごす、子供たちだけではなくもうみんなでプレゼント交換をし合うという、すごいね、ハッピーな一日なんですよ、クリスマスというもともと。それがなんだこのジャパンではね、え、何が聖なる夜だと。このクリスマスが近づくと彼氏彼女のいない奴らは焦ってね、え、クリスマスまでに彼氏彼女作らなきゃいけないと、でクリスマスにインスタとかで彼氏とデートなうみたいな、みんなに自慢して自分の承認欲求を満たすという、それだけのためにもう好きでもない男女と付き合って妥協して、それでクリスマスに高い高級なプレゼントを買ってあげてプレゼントして、でそれが気に入らなければフリーマーケットのサイトに出されると、そしてクリスマスが終わればもう綺麗さっぱり別れましょうと、そういうやつらが結構ね多いと思う。そんなことをして俺は何が楽しいのかな、自分の承認欲求のためだけにそこまでして自分のプライドを捨てるべきなのか、それは果たして本当の愛なのか、俺はそう思うけどね、うん、俺はそういう偽りの愛をするぐらいなら、このカメラの前でこの視聴者登録者2万人のこの2万人のみんなにね、ハピネスやラブを届けていきたいと俺は思ってる、うん、そこでまあこの本当の愛とは何か、うん、これはまあ本当に哲学的な部分ではあるんですけど、まあちょうどこのクリスマス、まあ、河川敷でこの本当の愛というのをちょっと歌に乗せてちょっと歌っていこうかなと、この僕のメッセージというのを歌に乗せて皆さんに届けようかなと思います。それでは聴いてください、本当の愛についての歌、辻龍太郎応援歌、ナンバー48、辻龍太郎、いまだ勝ち取るぞお前の夢、ゴールデングラブ賞と首位打者目指せ、龍太郎龍太郎かっ飛ばせ龍太郎、いまだ勝ち取るぞお前の夢、ゴールデングラブ賞と首位打者目指せ、龍太郎龍太郎かっ飛ばせ龍太郎。